にちは、辻です。今回の動画ではお子さんのモチベーションを下げてしまう親の行動ベスト3、まあ、ベストというかワーストですかね、についてお話ししたいと思います。さあ、普段僕たちがお受けするお悩みご相談の中で、やはり親子関係のお話はたくさんあります。例えば中学受験の勉強を始めるまでは割とそんなことはなかったんだけども、いざ中学受験で勉強を始めるとやっぱり叱りつけるとか、お子さんと関係が悪くなった、いうことを聞かなくなった、ガミガミ言うようになっちゃった、こういったご相談が多いんですよね。で、結局親としてはやっぱり言わなくちゃっていうことで、言いたくないこともお子さんに言っちゃう。じゃあ言われたことでお子さんは逆にモチベーションが下がってしまう、これが悪循環になっちゃう、こういうご相談が多いんですよね。なので今回の動画では、こういったことは多分言わない方がうまくいきますよっていうようなことを3つ挙げてお話したいと思います。さあ、それではお子さんのモチベーションを下げてしまう親の行動ベスト3のまず一つ目なんですけども、これはできてないところばかりを指摘してしまうということですよね。もちろんできることできないことお子さんにはありますから、できないことというのも親としては把握しておかなくちゃいけないんですけども、できてないことばっかりやっぱり目につくからね、お子さんのできてないところが目についちゃうので、どうしてもこれができてない、あれができてないっていうふうに指摘しちゃう。そうするとお子さんのモチベーションが下がってしまう。親としてはできてないところをできるようになってほしいっていうふうに願うわけですよね。ですからどうしてもそうなっちゃうんですけども、じゃあこれを避けるにはどうしたらいいかということなんですけども、僕たち講師も心がけていることですけども、これはリフレーミングという技術なんですけども、できてないこと、欠点、これを欠点というふうに表現しないということなんですよね。例えば立体図形が苦手でなかなか点が取れない、困っている、こんなお子さんの場合、親としてはできるようになってほしいという気持ちから、あなた立体図形が苦手なんだから頑張らなくちゃダメよと、こういう言い方をしてしまいがちですよね。これをうまく言い換えて、あなたは立体図形ができるようになったら他のことは結構できるから点数はさらに上がって良くなるよね、とこういう言い方ですよね。光の当て方をちょっと変えて、できないから〇〇じゃなくて、〇〇ができるようになったらこういういいことがあるよ、さらにこういうふうに良くなるよね、こういうふうな伝え方をすると、同じことを伝えるんだけども、ちょっとだけ伝え方を変えただけで随分変わるんですよね。欠点の指摘ではなくて、あとこれができるようになったら〇〇になるよねっていう、こういった言い方をぜひ心がけていただきたいと思います。例えばテストで〇〇ができてなかったっていう時に、自分がどうしてできなかったのかとか、自分のできてなかったことをちゃんと認識しないとできるようになりません。こういう考え方もありますよね。ですからここがこうでこうでできなかったっていうことを自分で書かせるっていうふうに指導する先生もいます。ただ僕はそういう書き方をするんじゃなくって、ここをこうすればできた、この書き方ですよね。ちょっとだけ言い回しを変えるだけで希望が持てますよね。何々何だからできなかったということじゃなくて、〇〇〇〇ができたらこれはできたんだっていうふうに書く、だから次からそうしよう、こういった書き方をするっていう、ちょっとだけ言い方、考え方を変えただけで、今まで欠点でできなくってダメなところなんだっていうところが希望に変わりますよね。僕はよく伸びしろだらけっていう言い方をするんですけども、全てできないところっていう、そういう感覚じゃなくって、伸びしろっていう感覚で捉えるようにすると、随分気持ちも楽になるし、親子喧嘩もなくなりますよね。ぜひ意識して試してみてください。さあ、それではお子さんのモチベーションを下げてしまう親御さんの行動の2つ目なんですけども、これは上から目線の言葉ばかりになってしまうということです。親なんだから子供に対して上から目線で何が悪いのっていうふうな考え方もありますよね。ただ例えばね、上から目線ってのはどういうことかというと、あなたどうしていつも〇〇なのよと、こういう言い方ついついやっちゃいがちですよね。早くグズグズしないでやんなさいよ、どうしていつも宿題やるのにこんなに時間かかんのよ、こういう言い方ついついやってしまいがちなんですけども、よくよく思い出していただきたいんですが、ご自身が子供の頃この言い方を親にされてやる気が出ましたかっていう話ですよね。逆にこういう言い方をされてやる気が出なかった、嫌な思い出がある、でも他の言い方が見つからないから自分も仕方なくこういうふうに子供に当たっちゃいがちで嫌になってる、嫌な気持ちになってる、こういうふうなご相談も多いです。じゃあこういう言い方をなくしてどういうふうにしていけばお子さんとうまく勉強をやっていけるのかを考えてみたいと思います。例えば塾で明日算数の授業があるのに、算数の宿題がまだできてない部分がある、ありますよね、こういうシチュエーションね。で、親としては早く宿題やらせたい、こんな気持ちになるんですけども、早くやっちゃいなさいよ、明日授業あるんでしょう、どうしてやらないのよと、こういう言い方をしてもなかなかお子さんは動きません。しぶしぶやるかもしれませんけど、モチベーション上がらないですよね。
じゃあどういうふうに伝えればいいのかというと、気持ちとしてはやらせたいっていう気持ちがあるんだけど、親としてではなくて、例えば同年代の友達知り合いにお声かけするとしたら、さっきみたいな言い方しませんよね。どちらかというと、明日算数の授業あると思うんだけど大丈夫？こういう言い方ですよね。こういう言い方にあえてしてみるということを心がけるといいと思います。お子さんの勉強が親から見てね、完璧だっていうふうには進まなくても、ある程度自律的にやってる、こういうお子さんのお母さんお話をすると、お子さんのことをドライにというか、今みたいな少し距離を置いてね、明日算数あるよね、じゃあ今宿題できてる大丈夫ぐらいの言い方にしておくっていう方は割と多いです。で、じゃあそんな言い方だと全然宿題もやらないし、うまくいかないんじゃないのか、余計勉強をやらなくて成績がどんどん下がるんじゃないのか、こういう心配をされる方もいらっしゃいますけども、前者のようなね、何グズグズしてんの、早く始めなさいっていうお声かけと比べて、そんなに変わらないというか、逆に後者の方がうまくいく、ある程度勉強を自律的にやる例が多いんですよね。なので、少し言っても言ってもやらない、全然言えば言うほどやらないっていうふうにお感じの場合は、ちょっと距離を置いてみるということを心がけてみていただけたらと思います。さあ、それではお子さんのモチベーションを下げてしまう親の行動、3つ目なんですけども、これは僕はいろんなお父さんお母さんにこれだけやらない方がいいですよって口を酸っぱくして言ってることなんですけども、誰か他人の前でお子さんのことをけなすということです。これどういうシチュエーションかというと、例えばよそのね、お子さんとお母さん、そして、あなたとあなたのお子さん、何かで話をしているときに、いや、うちの子は全然ダメで、やる気もなくって成績も悪いしみたいなことを言う人いますよね。結構言っちゃいがちだと思うんですけども、この謙遜はやめた方がいいです。お子さんとしては非常にモチベーションが下がります。例えば相手のね、お子さん、〇〇ちゃんはいいわね、何々なのにうちの子は〇〇っていう風な形で友達と比べられてけなされると余計ですよね。モチベーションはだだ下がりです。これは絶対やらない方がいいです。で、言われた方もね、本気でそう言ってるって思ってないですよね。お互い、あ、謙遜で言ってるんだなっていうふうに相手も分かってる、こっちも謙遜で言ってる、うちの子がそんなにダメだって思ってるわけでもない、お互い分かってるんだったら言わない方がマシです。お子さんのモチベーションが下がらないだけマシですよね。これはぜひ心がけてみていただきたいと思います。そもそも謙遜っていうのもお子さんも分かってますよね。だから言っちゃった時はね、後でね、ごめんねっていうふうに謝ればいいと思うんですよ。ああ言ったけど、あれはあの人の前で謙遜しただけだから本当は思ってないんだけどね、みたいなことを釈明してもいいですよね。さあ、ということで今日はお子さんのモチベーションを下げてしまう親の行動3つということでお話してきましたけども、自分がお子さんだったらこれを誰かの前で親に言われた時にすごい嫌な気持ちがしてモチベーション下がるだろうなって思うことは言わない方が多分いいってことですよね。そのあたりのところを心がけていただくというだけで、やはりね、親としては言っちゃうっていうこともあると思うんですけども、ちょっと心に留めておくだけでやはりだいぶ変わりますよね。ぜひ心がけてみていただけたらと思います。今日のお話が受験生の皆さん、そして親御さんの少しでも役に立てば幸いです。